昭和63年3月13日に青函トンネルが開業いたしまして、初めて北海道と東京を乗り換えなく直行する列車として寝台特急北斗星が運行を開始いたしました。寝台特急北斗星は豪華個室寝台を連結をいたしまして走るホテルとしてデビューをしております。走行距離 1214.7km は JR グループが運行する定期旅客列車としては最長距離でございます。運行開始当初は1日2往復が定期、1往復が臨時列車扱いとして運転をいたしました。翌年1989年には3往復全てが定期列車となり、2015年1月23日に今年3月13日本日上野発札幌発の北斗星を定期運行最終運転と発表されました。その後臨時列車として不定期で運転を続けて、最終運行は2015年8月22日札幌発にすることを発表いたしました。北斗星の列車名の由来は、一般公募が行われ夜行列車は天体名にちなむというかつてからの例から、宇宙的イメージから天体の北斗七星、北極星から取られております。一般公募で募られました候補は、第1位が北海、以下タンチョウ、オーロラなどが続いて、最終的に候補として108位でやりました北斗星が採用となりました。現在は1日1往復、片道約16時間をかけて札幌上野間を走行しております。列車番号は札幌発の上り北斗星が2列車、上野発の下り北斗星が1列車として運転をしております。北斗星は最盛期1日3往復の定期運行をしておりましたが、1988年青函トンネル開通によるダイヤ改正により、寝台特急北斗星は1号、2号、5号、6号の2往復が定期運行、北斗星3号、4号は臨時列車扱いとしてデビューしております。翌年1989年には3列車、4列車が需要増大の対応から定期列車に格上げとされ、北斗星が1日3往復となりました。また1989年7月21日から北斗星の救済列車として寝台特急エルプの運転を開始いたしました。寝台特急エルプは個室などは連結されず、 B 寝台のみの組成で、年末年始やお盆など繁忙期に運転されておりました。1999年にはカシオペア運転開始に伴い、北斗星3号4号は再び臨時列車として、5号6号が3号4号と変更され、2008年ダイヤ改正で
北海道新幹線工事時間帯確保のため、北斗線1号4号を廃止し、北斗線2号3号の時間帯で1往復、1号2号ではなく北斗線号上り下りとして運行され、現在に至っております。寝台特急北斗線は本日の列車をもって定期運行終了となります。車両の老朽化、旅客減少及び北海道新幹線開業に向けた総合的検査や走行試験などのため27年に及ぶ定期運行を終了いたします。27年間の北斗線長きにわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。またこの北斗線が運転を開始してから、さまざまな北斗線に絡む臨時列車が運行されております。北斗線の救済列車として1989年運転を開始いたしました寝台特急エルム、1991年冬季の北斗線で夢空間車両を連結をいたしまして運転をいたしました北斗線トマム号、1996年には北斗線トマムスキー号を新徳まで延長したもので、北斗線トマムサホロ号、1999年には上り寝台特急北斗線1号を小樽まで延長運転をし、北斗線小樽号が運転をいたしました。またこのほかに室蘭線千歳線は経由をせずに長万部からニセコ倶知安小樽経由、通称山線を経由をいたしまして札幌まで運転をいたしました。北斗線ニセコ号などがございます。また1999年にはカシオペア号が全室完全個室となり、豪華な寝台列車が登場いたしまして、このカシオペアも来春の北海道新幹線開業に合わせ廃止の噂が出ておりますが、カシオペアにつきましてはまだ決定はされておりません。繰り返しとなりますが、札幌と上野を結ぶ寝台特急北斗線定期運行は本日3月13日の上野発札幌発で終了となります。その後も週3回ほどのペースで上下線各54本を臨時運行を計画しております。上野発は8月21日、札幌発は8月22日の運行を最後に、機関車が青い寝台車を牽引するブルートレインは姿を消すことになります。1988年昭和63年3月13日青函トンネル開通とともに運行を開始した走るホテル寝台特急北斗線最後のブルートレイン、北斗線の雄姿を北海道の雄大な景色とともに目に焼き付けておきましょう。寝台特急北斗線ご利用いただきましてありがとうございます。